日経新聞の三田です。よろしくお願いします。まず、タウンのことなんですけども、はい、冒頭プレゼンでは、目標はほぼ達成したという認識をおっしゃってましたけども、はい、細かいことを言うと、5億円というような設定もあったかと思いますので、はい、そこに対するズレはどう考えたらいいんでしょうかっていうのとですね、で、もし何か足らないようなこととかですね、反省するようなものがあれば、それはどういうこと で、新年度、どういうことをやってらっしゃるかっていうのを、具体的に、事例があれば、考えていることを教えてください。そもそもですね、その5億円というのは、その、なんていうか、なんですか、5億円なんで、有効期間がいくらかっていうとですね、そんな厳密なもんじゃないということが一つですよね。で、もちろんその立ち上がりから、そのだんだんとこのペースを上げていっていくということが想定されてましたんで、そういう意味で、今、1800万ほど足りないんですけど、それは正直言って誤差の範囲ぐらいなのかなというふうに思ってます。で、月次の売上は今すでに5億円を超えるペースで、売り上げてますので、そこのところが一番大事なんだと思うんですよね。で、そういう意味で、要するに立ち上がっていくところの三角形が足りていなかったということで、それが1800万程度にとどまったというのは、上出来じゃないかなというふうに思っています。で、今後はですね、このもちろん、何が重要かというと、この広島ファンを増やしていくということが重要で、それを測る一つの指標として売り上げがあるわけですから、当然に、この数字というのはさらに上がっていくように、進めていきたいと思いますし、当然入場者というか来店者数というのも、上がっていくと素晴らしいなというふうに思ってます。そういったことを通じて、このタオを通じて広島を見たり感じたり、触ってたりですね、そういうことをしていただくということが大事なので、それが実現するようにですね、そういったことを通じて、広島の良さが伝わっていくというか、そこをやっぱり目指していきたいなというふうに思っています。で、そのためにはですね、やっぱり広島ならではのものというか、その旬の商品とかですね、広島の魅力が伝わるものというのを引き続きやっぱり導入していくということが大事だと思いますし、3階にはイベントスペースもありますけれども、ここでやはり、引き続き、なんていうか、イベントなんかも行って、で、情報発信をしていくといったことも引き続き大事じゃないかなというふうに考えて、います。そのためにいろんな商品の発掘であるとかですね、あるいはその事業者さんが、新しい、なんていうか、販路開拓するための商談なんかもですね、行っていければなと思っています。産業新聞の山本です。関連してお伺いしたいんですが、次年度の目標っていうのがもしあれば教えていただきたいのと、あともう一点、今後の将来像についてなんですが、今中国地方で岡山県以外が全部アンテナショップを出していまして、でその岡山県も今検討する協議会っていうのを今立ち上げてましてですね、そうした中で瀬戸内の映画を見ると、例えば香川愛媛のように共同で出しているところなんかもあったりしてですね、今後広島県として、広島県単体でアンテナショップをしていかれるのか、それとも瀬戸内の構想なんかもありますけど、こういうふうに瀬戸内沿岸の各県、例えば協力して今後そういうのを考えていくという構想もあるのか、それの将来像について教えてください。まず、25年度の目標ということですよね。今年度の目標、ということで言いますと、やはり安定的に売上ベースで言うと5億円を、目指していくと、前年度より増えていくっていう、今度は77の比較っていうのもあると思いますけど、44の比較っていうことをやっていくっていうふうになっていくと思うんですが、だんだんと、
そういう意味で、やっぱり売り上げない入場者数がこう拡大していくような取り組みをしていくということが目標だというふうに思っています。で、今後ですね、広島でやるのか瀬戸内でやるのかということについて言えば、瀬戸内についてはまだそこまで熟していないので、例えば今の推進機構にですね、参加をしていただいてます7県でやるということは具体的には動いてませんけれども、仮にそれが進んだとしてもですね、広島は広島の取り組みとして必要な部分というのはありますから、引き続きそれは、進めていくのかなと思っています。関連でタウの関連で何点か、はい、今の最後のところはよくわからなかったんですけども、7県の取り組みが仮に進んだとしてもやれることをやるっていうのは、7県の取り組み共同で何か瀬戸内っていうのをやるとしても、広島県としてのその取り組みもこれはやらなくていいということではありませんから、仮に7県で共同店舗みたいなことをやるとしてもショップを直ちに畳みますということにはならないと思ってますということです。分かりました。それと関連で先ほど5億円という目標が達成できなかったのは、最初の立ち上がり段階の、売上の影響が大きいんじゃないかというふうにおっしゃいました。立ち上がりの売上が目標に届かなかった理由をどういうふうに分析されているのかということと、現在は月あたり5億円を超えるペースで売り上げがあるというふうにおっしゃいましたけども、あえて、現在のところですね、その販売面それから集客面で課題があるとしたらどんなものがあるというふうにお考えかということ、はい、それから3点目は首都圏での販路拡大に、活用している企業も出てきているというお話がありましたけれども、これ具体的にどういった商品というかで、そういうものが販路拡大が実績として上がっているのかということ、この3点をお聞かせください。はい、まずですね、当初この三角形のところですけれども、いやこれは当然そうなんですよ。その普通ですね、最初はやっぱり珍しいからパッとこう上がるんですけど、それが一段落すると やっぱりこうなかなかね、つまりお店をスタートしてからその誰にも知られてないところでですよ、そのずっとですね最初からコンスタントに行くっていうことはありえないし、それは我々も想定してません。そういう意味では想定の範囲内だったっていうことですね。で、なぜそうかっていうのはもう単純にまず知られてない、お店を作ってからプロモーションを始めますので知られてない、それからお店のオペレーションにしても品揃えにしても、あるいは運営方法にしても当然初めてやっていくので、その課題は、いろんな課題がやっぱり出てきてですね、それを一つ一つやっぱり丁寧にやって、これはもう商売してたら当たり前の話です。で、逆に、それを含めてその最終的に今の段階に至っているというのは順調に来ているということだというふうに認識をしているということですね。で、そうは言ってももちろん常にそこで満足っていうのはありませんので、これからもいっぱいやらなきゃいけないことは あると思いますけれども、一つは、さっきもちょっと触れたようなことに関わりますけれども、やっぱり魅力ある商品、広島らしさ、広島を感じていただけるようなものっていうものをさらに充実していくっていうようなことだとか、あるいは広島の旬ですよね、これ野菜とか果物とか、これ今瀬戸内広島マルシェっていうのを始めてますけども、これをもっと活用して、年間を通じてですね、この商品催事であるとか、あるいは、イベントをやっていくっていうようなことで、常にこのやっぱり情報発信をしていくっていうことですね、広島について。で、そんなことをやって、いければなというふうに思ってます。それから実際に販路拡大、ごめんなさい、
それちょっと、解説できますかね。ハンドカクにつきましては、フレッシュの事業者さんで、ちりめんを販売していらっしゃるところが、首都圏の高級スーパーに同時だったということとか、あと、尾道市の事業者さんで、レモンプリンを、高めで迫るようになったんですけれども、それで高級スーパーに、飲んでいただくというのをやっている主なところです。ありがとうございます。ですから先ほど課題のところで聞いたのは、常にそのやらないといけないことがあって、魅力ある商品の充実というところが挙げられたんですけども、そういうものはまだまだ要望があるということですか。もっと広島らしい商品を揃えてほしいという要望もお客様からということですか。そうですね、いろんな方からのご意見ありますけども、もっとなんていうか、このらしさを感じたいとかっていうこともあるし、我々の目から見てでも商品説明であるとか、そういうものをもっともっと充実させて、ストーリーを理解していただくっていうようなことも重要じゃないかとかですね、ありますね。それは内外の声ということ。そういう顧客からの要望が具体的に把握されているもので、どんなものがあるのかということと、いやいや、具体的にっていうのは、この商品を置いてくださいとか、そういうことじゃなくて、もっとこのなんていうか、いや、みんなそういう漠然としたもんなんですよ、皆さんの意見っていうのは。大体これが欲しいって言えば、それは皆さんがたくさんそういう人がいれば入れればいいんですけど、そうじゃなくて、いや、もっとなんか広島っぽいものないですかねとかね、そういうことなんですよ。だからそれを我々は考えていかないといけないってことなんですよね。そういった漠然とした要望の中で、当初場所が分かりにくいというのがありまして、はいはい、多少改善されたと思うんですけども、はいはい、そういう要望がまだあるのか、はい、あれば今後どういった対応を考えていらっしゃるのか。場所については、要するにこの刑事的な部分っていうところは、これはもう常に課題だと思ってます。つまり、いや、もうすぐに分かるよっていうか、もう誰が見てもすぐ分かりますみたいなのは、なかなか難しい面はあるのかなというふうに思ってますので、それはもう普段の努力でですね、少しずつでも良くしていかないといけないのかなと思います。外装というかレイアウトも表示とかなんとかですよね。ただそれもやっぱり一定の制約があるんで、ずっと同じようにこう出してればいいかっていうと、そういうわけでもないじゃないですか、お店だから。そういうことも含めて、それは常にこう感じなきゃいけないこと。店舗運営っていうのは、何かこう1個作ってもずっと同じでいいですってことはありえないんで、常にこうやっぱり改善していくっていうことはね、重要なことだと。